ダークトライアド実況プレイ始めていきたいと思います。さて、じゃあ会いに行ってみるか。どうしたの？神崎先輩に副署長が逮捕されたことを伝えた。副署長が？そっか、これで終わったんだ。そうです。神崎先輩、もう署長や副署長の命令に従わなくてもいいんです。わかった。副署長がもういないなら僕の知っていることは全部話すよ。ありがとう。じゃあ、署長と何があったのか詳しく聞かせてくれないか？うん。話は少し長くなりそうだけどいい？ああ、頼む。僕の母親がアルツハイマーで入院していることは知っているよね。サイエンス誌に書いてある内容を読んだ程度だが知っているよ。母が病気になってしまったのは僕のせいなんだ。それって。僕の父親は暴力的な人だった。少しでも気に入らないことがあると僕や母を殴って。でも父親の暴力から母は僕をかばっていた。僕が中学生になった頃には父親は帰ってこなくなったんだ。僕と母は正直安心していたと思う。でも父のいない穏やかな生活も束の間だった。母は僕を進学させるために遅くまで働いていたんだ。わあ、いい母親だな。こんなにいい母親なのに、父親がそういう感じになっちゃうことあるんだね。アルツハイマーは何が原因で発症するか知っているよね。根本的な原因はタンパク質の一種であるアミロイド、ベータやタウ、なんだろ、なんたら白の蓄積だ。だがそのタンパク質の蓄積につながる要因は、睡眠不足やストレスなどとも言われているな。あ、そうなんだ。そう。極端なストレスはアルツハイマーの発症を促すんだ。母の様子が少しおかしくなっていたことには気づいていた。でも、ある時毎日のように物忘れをするようになったんだ。近所の人の名前、スーパーに行った時の買い忘れ、はじめは疲れているんだろうと思っていた。仕事でミスも増えて、母もそのことで気がめいっていたらしい。僕は母を病院に連れて行った。若年性アルツハイマーだと診断されたよ。でももう遅かった。気づいた頃には母は僕の名前を思い出せなくなっていたんだ。でもそれは神崎先輩のせいじゃない。確かにストレスが原因だったかもしれないが、それで先輩が自分を責めることはないだろう。いや、僕がいなかったら母はあんなに苦しむことはなかったんだ。そうかな。当時の医療の技術ではアルツハイマー病の進行を遅らせることはできても治すことはできなかった。僕はそれから生活費と治療費を稼ぐためにバイトをいくつも掛け持ちしながら勉強もした。結果僕は FPRO の研究員になることができた。はじめは良かったんだ。ここにも最新の機材や技術がある。僕の認知症の新薬の研究するには一番のいい環境だと思っていた。でも、所長か。うん。研究は進んでいたがすぐに結果が出るわけではない。僕は大した結果を残せずにいたんだ。そんな時所長が。神崎君、このままでは君に研究費用を出すわけにはいけない。いや、FPRO の研究員も辞めてもらうしかないな。わ、そんな感じのやつだったんだ。人当たり良さそうだったけどな。そんな。所長、もう研究者ならお分かりのはずですが、この研究はすぐに成果が出るものではありません。ご報告したように研究は順調に進んでいます。あと数年すればきっと。ああ、神崎君。勘違いしているみたいだから言っておくよ。君のような結果が残せない研究員がここにいると君の評価が下がるんだよ。私の評価だった。結果が残せなきゃ援助もしてもらえない。君がここにいることは私にとって不利益なんだよ。うわー、悪い上司。所長は金のために研究してるって言うんですか？そうだ。それの何が悪いんだ？うわ、顔えげつな。君は患者のために研究をしてるんだったな。ああ、本当に馬鹿らしい。君のようなお荷物が今までここに入れただけでも感謝してほしいな。それでここからが本題だ。私は優しいからね。お荷物の君にもチャンスをあげるよ。君にやってほしいことがあるんだ。僕は何をすればいいんですか？それをすれば研究をさせてもらえるんですか？まあまあ聞きたまえ。君は来月研究発表を行うようだが、そこに君の研究してる新薬が被験者に有効だったと発表しなさい。あの新薬はまだ動物実験でさえ終わっていない段階だ。所長は僕に改ざんしろとおっしゃるんですか？僕にそんなことはできません。ここにいなくても、時間はかかるけど研究はできる。実験データの改ざんするくらいなら僕は。ああ。
君は患者のため、いや、母親のために研究を行っているんだったね。まあそんな君が改ざんをしてくれるとは思っていなかったが、それを知っててなぜ。君は勘違いしている。これはお願いではない。命令なんだよ。君に僕の命令を拒否する権利なんてない。こいつ本当にえぐいやつだな。どういうことですか？まあまずはこれを見たまえ。これはこの前僕が所長に頼まれて作成した殺人事件の被告人の精神鑑定書。え、これはどういうことですか？僕はこんなこと報告していない。この被告人の精神状態に問題ありませんでした。僕は精神喪失状態なんて報告は。その通りだ。だって私が書き換えさせてもらったからね。でもよく見てごらん。君のサインはそのままだ。え、そんなんさ、なんかちゃんとした機関にさ、これ出せばこいつが書き換えたってことを分かったりするんじゃないの？あ、でもそういう風評被害が、あの研究者はこういうことは前あったよとかが関わってくんのかな。意味はわかるね。これを提出したのは君ということになっている。今から君が精神鑑定書を捏造したと言ってもいいんだ。そうしたら君はどうなるんだろうね。ねえ神崎君。偽装鑑定等罪。正解だ。君が罪に問われれば誰が君の母親の入院費を払うんだろうね。ああ、しかも君の研究を引き継いでくれる人もいないね。でもね、君が次の研究発表で僕が言った通りの発表をしてくれればこのことは不問に付そうと思うんだ。わかった。わかったからそれだけはやめてくれ。よかったよ。君なら承諾してくれると思った。僕は優しいからこれ以上君の名前で偽造した精神鑑定報告書を提出するのはやめてあげよう。今後も僕の言う通りにしてくれればね。わ、えぐ。そりゃ殺されるわ。神崎くんが犯人の可能性もあるわ、これは。それで僕は所長の言うことに何でも従うようになった。そんなひどすぎる。僕はすりつけられた罪から逃れるために本当に罪を犯してしまった。本当はあの時所長の言うことに従うべきではなかったのかもしれない。そんなことはない。罰せられるべきは所長だ。誰が所長を殺したのかはわからないけど、所長が死んだと聞いて正直安心してしまったんだ。いやー、そりゃしょうがない気もするけどね。人は心はあるんだからね、結局は。下月さんから着信だ。はい、一ノ瀬だ。一ノ瀬さん、申し訳ないのですが、所長室まで来ていただけませんか？一ノ瀬さんにお話しないといけないことがあって。わかった。すぐそちらに向かう。神崎先輩、事件のことで所長室に戻る。何かあったら教えてくれ。うん、協力できるようなことがあったら言って。いや、かわいそすぎるよ、こんな。あ、動かせる状態か。オッケー。行こうか。いやー、かわいそすぎるな。あんなんだって従うしかないもんね、普通に。あれで嫌だっつって言ってもお母さんが。ってことだもんね。どうしたの？お呼び出して申し訳ないです。でもお見せしなくてはいけないものがありまして。見せたいもの。これを見てください。これは被害者の血液検査の結果か。被害者の血中から高濃度陽イオン界面活性剤が検出されたんです。陽イオン界面活性剤？全然わかんねえ、このフレーズが。確か陽イオン界面活性剤は消毒液や洗剤に含まれている物質だったか。あ、冷蔵庫にあったな。その通りです。問題はなんでそれが所長の血中から検出されたのか。それで何かわかるかもしれないので、FSRO の研究員が遺体の精密な検査を行っているんです。そうか、何かわかればいいな。やっぱあれなのかな。普通にもともともう殺されてて、その後にナイフで刺されたりしたのかな、偽装のために。ああ、そうだった。クルスさんね、これを一ノ瀬さんに渡すように頼まれている。お、セキュリティカード B。これは。B ランクのセキュリティカードです。本郷を逮捕した際に押収したようで。俺が預かってもいいのか？はい、その調査は一ノ瀬さんにお任せする方がいいと思います。ここを無人にするわけにもいきませんし。わかった。また後で。やったぜ。いやー、マジで。あれだよね。女の子怪しいな、普通に。まあ、行こう、B ランク。誰もいないね、当たり前に。これはなんだ？ 1 イコール2、5イコール5、8イコール7、9イコール6だと。どういうことだ？ 1、5、8。わかんねえぞ。
え、なんだこれ、全然わかんねえな。え、報告書さん、アーマーのリンネが収容されていた特別青少年治療施設の監視カメラを確認した結果、相原七瀬が面会としてアマのリンネに会い、逃亡の手伝いをしたようです。おそらくその後、相原七瀬は FPRO に戻り、研究室で首を吊ったのだと思われます。篠原七瀬は、篠原七瀬、新しいキャラクターになってるぞ。アマのリンネの脱走を手伝った。これが FPRO が隠蔽したかってことなのか。ん？これは端にパス、日にちと書かれている。日にち？パス？何かのパスワードか。クロサギ大中学生殺害事件の報告書にパスワードのメモ、日にち。確か事件が起こったのは12月27日だったな。1227か。1227だな。1イコール2だったりするのか。2イコール1なのか、じゃあ。ってことは212だから、2118ってこと ?2118 ってこと。じゃあ、普通に入れるんじゃないってことなんだろう、多分。まあ、他調べられることはないな。まずは1227入れてみようか。だよね。わかったわかった。あー、よかった。で、2118だっけ？あれ ?211 なんだ？あれ？ちげえの？2118じゃねえの。いやいや、ヒント見ない。ヒントとかあんの？ 7872 ではないよな。え、もう一回話聞いていい？12月27でしょ？ 12 月27なら、12月だから、2118になるんじゃないの？ 2118 じゃないの？え、違うんですか？え、じゃあヒント見ていい？この暗号なかなか解けないな。ん？もしかしてこれはデジタル数字を表しているのか？デジタル数字？どういうこと？デジタル数字？あー、そういうことか。わかったわかった。デジタル数字だと、いえいえ、1が2個ってのは、あれだよね。デジタル数字って1、2、3、4、5、6、7、7個ぐらいのもので出来上がってんだよね。マックス8を表示できるようになって、7個ぐらい表示できるから8が7なんだ。つまり、だから、この21の下りは全然違ったってことだ。で、1227だから、1は2。で、2は1、2、3、4、5。5ってことか。2は5。255、7だから、1、2、3、3か。ってことか。これは。なんでこんなところに A ランクのセキュリティカードが。確か A ランクのカードは所長しか持っていなかったな。所長は鍵のかかっていない所長室よりも、ここにカードを保管する方が安全だと考えたのかもしれない。まだ時間はある。A ランク資料室に行ってみよう。そうだね。だって B ランクにも限られた人しか入れないんだから、B ランクで奪われたなら B ランクのやつが持ってったっていうことにもなるか。これは、相原七瀬の遺留品と書いてあるな。猫のキーホルダーと鍵か。一緒に指紋採集の結果の報告書が入っているな。遺留品と思われる鍵が相原七瀬の服の右ポケットから発見された。鍵の部分に相原七瀬の指紋が、キーホルダーの部分には相原七瀬とその妹の指紋が検出された。その妹がやっぱり、ってことなのかな。昨夜、天野凛音の母親からの通報を受け、妹の天野雫が殺人の容疑で逮捕されました。凶器の包丁には雫の指紋が付着していました。天野雫は特別青少年治療施設に収容されているはずの天野凛音が、家に帰ってきたので思わず台所にあった包丁を天野凛音に向けてしまったと供述しています。なぜ？さらに、天野雫は姉が自分に近づかないように威嚇のために包丁を向けただけで、天野凛音が自ら雫に抱きつき、包丁に刺さったと天野雫は主張しています。ですが、この事実を公表してしまえば、FPRO の研究員による過失で天野凛音を治療施設から逃走させてしまい、それが殺人事件の原因になってしまったということで、非難を浴びることは間違いないです。
幸い包丁には天野雫の指紋しか残っておりません。天野凛音が FPRO で治療を受けていたことを知っているのは一部の研究員のみです。なるほどね。天野雫は現在13歳なので一度も精神検査を受けたことがありません。ですので天野雫が天野凛音を殺害したと主張することは簡単なことだと思われます。あ、隠蔽工作の内容か。相原七瀬の自殺の原因は一部の研究員と所長のみに報告いたしました。相原は守秘義務があったため天野凛音については口外してはいけないようです。相原七瀬の精神検査の結果、精神検査の結果、相原七瀬にはストレスによる幻聴や幻覚の症状が見られました。相原七瀬は高校時代に友人が自殺してしまい、そのショックから PTSD を発症したようです。そのことが原因で FPRO のカウンセリングを受けていたこともあるようですが、研究員になってからは精神的に回復していたようです。ですが天野凛音のカウンセリングが原因で過去の PTSD の症状が再発してしまったものだと思われます。調べられるのはこのくらいか。そろそろ所長室に戻ろう。それにしてもあの人物の様子が引っかかるな。下月さんかクルス刑事ならあの人物のことを調べることができるかもしれない。やっぱあの子かな。名前忘れちゃった。ちょっと日にち空いてるから。よし、じゃあ戻ってみるとするか。わあ、全員集合してんな。ん？室長と美月さん。あ、そう、美月さん。美月さん犯人説をしてるよ、ちょっと。それに、神崎先輩もいるな。一ノ瀬さん、お戻りになったんですね。全員集まってどうしたんだ？一度疑いのかかっている全員を集めて、証言の食い違いがないか確かめようと思ってな。あの三人を疑っているのか？神崎先輩以外のアリバイがあるはずだ。いや、警察には口裏を合わせた可能性もあると見ている者もいる。それと被害者に加担していた本郷が犯人の可能性もあるだろう。美月さんは一応被害者の遺体の目撃者だからな。申し訳ないがここに来てもらった。そうか。それで資料室に何か事件の手がかりになるようなものはありましたか？下月さんとクルス刑事に資料室で得た情報について話した。ちょっと待って、セーブできる？ここで。できなさそう。なるほど。被害者殺害に関する手がかりなかったのか。セーブできねえな。この二つの事件、本当に無関係なのだろうか。ああ、そうだった。警察署に戻った時に所長室にあった診察カードの病院について調べてみたんだ。新北病院ですか？ああ、どうやらあの病院は味覚障害の治療を専門としているらしい。ああ、そうなんだ。だから、消毒液を、うわ、じゃあ犯人あいつじゃん。副所長じゃない？だって毎回水を持ってってたんだろ。あいつがだから水以外の何かを持ってったってことなんだ。味覚障害ですか？主治医に問い合わせた結果、被害者はほとんど味覚を失っていたとのことだ。いや、でも待てよ、そんな単純じゃないか、さすがに。まあ特にこの事件に関係していないかもしれないが、いや、もしかしてあの証拠品に関係しているのでは。一応覚えておこう。そうだ、クルス刑事か下月さんのどちらかに頼みたいことがあるんだが。それだったら自分が行ってきますよ。 FPRO に併設されているので数十分で戻ってこれると思います。ああ、すまないな。何を頼んだんだ？ではその間に私と一ノ瀬くんでこの場にいる3人と一緒に事件について整理していこう。それで私たちは疑われているからここに呼ばれたの？可能性があるというだけだ。私には断言はできない。だが警察は神崎くんが一番疑わしいと思っている。まあそうなるわな。僕？君が所長に脅されて論文を改ざんしていたことは一ノ瀬くんから聞いた。そして君には事件当日のアリバイがない。三月さん、斉藤所長、一ノ瀬くんは死亡推定時刻の13時から14時まで第一研究室にいたと3人とも証言している。だから死亡推定時刻が若干違うんじゃないか説もあるもんね。まあ3人が口裏を合わせた可能性も多少はあるが、僕には動機があったってこと？確かに所長に脅されて改ざんはしていたけど、だからって人を殺すなんて僕にはできない。グルス刑事、俺も現時点で神崎先輩が犯人だと決めつけるのは早計すぎると思います。確かに言うその通りだ。ではまず事件について簡単に整理していくか。私が今から言う情報に間違いがあれば言ってくれ。まず第一発見者が本郷海斗、 FPRO の副所長だな。
被害者の遺体は14時30分頃に発見された。そして死亡推定時刻だ。司法解剖の結果、被害者が亡くなったのは13時から14時の間。ちょっといいかい、本当に所長が亡くなったのは13時から14時の間なんだろうか。そうだよね、暖房の下りあるしな。どういうことですか一ノ瀬さん。犯人は所長室にある細工をして死亡推定時刻をずらしたんだと思う。部屋に細工？あ、もしかして部屋の温度を上げたことだ。俺が所長室に来た時、部屋の温度が研究所内の他の場所よりも高かったんです。美月さんと室長もあの場に居合わせたなら知ってるはずだ。確かにそうでしたね、私も気になりました。そういえば私もそんなことを君にさっき話したわね。部屋の温度が上がると遺体の腐敗が早まります。これを見てください。これはエアコンのリモコンか。はい、所長室のリモコンです。オフになっているが、暖房と2時間のタイマーの設定がされている。最近は気温が高い日が続いていたわ。エアコンの設定が暖房モードになっているなんて不自然ね。おそらく犯人は犯行後に暖房をタイマー設定にしてオンにした。ちょっと待って、でも私たちがここに来た時にはエアコン自体はオフになってた。これって少しおかしくないかしら。その通りです。死亡推定時刻は13時から14時。仮に13時頃に所長室に入り所長を殺してエアコンをつけたとしても、エアコンが消えるのは15時以降です。なるほどね。所長が暖房をつけたとは考えられませんか。今日の平均気温は18度。こんな日に暖房をつけるとは考えにくい。わかんないよね。でもめっちゃ寒がりだったのかもしんない。あと風邪ひいてたのかも。じゃあ本当は犯人はいつ所長を殺したんだろう。エアコンの設定温度は25度になっていた。そう考えると死亡推定時刻は約1時間ずれるな。本当の死亡推定時刻は12時から13時だろう。うわぁ、室長疑わしくなってきたなこれ。12時から13時。そうなると今まで通りアリバイが成立しない人物が出てくるのではないか。そうです。残念ながら俺のアリバイもなくなってしまいましたが、13時から14時の間、俺、美月さん、室長は第一研究室に一緒にいました。ですが、このアリバイはもう成立しません。12時から13時の間、一ノ瀬さんと私はそれぞれ別の行動をしていましたね。私もその時間は一人でいたから、アリバイを証明できないわ。そうです。神崎先輩だけではなく、今は副所長を含めた全員にアリバイがない。振り出しに戻るというわけか。事実が分かっただけでも進展ですよ。そうだな、次は被害者の死因だ。所長はここで腹部を刺されて失血死したのよね。思い出したくもないですが、ちゃんと話し合わないといけませんね。そう、凶器はこの包丁だった。確かに所長の横に血がついた包丁が落ちていました。その包丁見たことがある。休憩室のキッチンに置いてあったものね。待ってください、本当にその推理で合っているんでしょうか。死因がおかしいんじゃないかな。死亡推定時刻また言うんかいってなるもんな。死因が刺された失血死じゃないんじゃないかっていうとこあるよね多分。所長の死因は本当に失血死だったんでしょうか。どういうこと。犯人は他の方法で所長を殺した後に捜査を撹乱させるため所長の遺体を包丁で刺したんだ。そして本当の死因はこれだったのでは。毒殺じゃない。所長は毒を飲まされて死んだ可能性がある。毒ですか。待って、確かにここには薬品なども常備している、あるわ。でも毒になるようなものは保管していない。消毒液か。研究所に入るには身体検査を受けないといけないから、毒薬を持ち込むわけにもいけないはず。中には大量に摂取すれば死に至る可能性のある薬品もあるけど、厳重に管理されているし、そんなになくなっていたら誰か気づくわ。そうですね。でも毒になるものは何も薬品だけではありません。薬品以外で研究所内にある毒になるよ、なりうるものを指摘しよう。腐った水、確かに。いや、腐った水って毒になるのか。植物も毒になりそうだけど、まあ、消毒液や洗剤だよね。消毒液や洗剤には陽イオン界面活性剤が含まれます。そしてこれを大量に体内に取り込めば高確率で死に至るだろう。実際血液検査の結果、所長の血中から陽イオン界面活性剤が検出された。なるほど、毒物は何も薬品だけではないんだな。先ほど1階に行った時、休憩室にあった消毒液の容器が空になっていた。近くにいた研究員によると、この容器の詰め替えをしたのは昨日のことらしい。確かに消毒液はしょっちゅう取り替えないわね。でも犯人はどうやって所長に消毒液を摂取させたんでしょうか。
しかもそんなに大量に注射器が1本なくなってたんだよ。おそらくこの方法で犯人は所長に消毒液を摂取させたんだ。注射した。ああ違うの。これで本当に合っているんだろうか。考え直してみ、嘘だろ。え、水だと思わせ飲ませたってことか。はあ、ミスった。これノーミスでクリアが大事だったりしたんかもしんねえや。分かってたのに。所長は自ら進んで消毒液を大量に飲んだと。おそらく水だと勘違いしたんだろう。この所長室のゴミ箱に捨ててあったペットボトル。おそらく副所長が昼に買ってきて、所長室の前に置いたものだと思う。ああ、そっか。前に置いた時は電話してたからすぐには取りに来れなくて、その置いてある水に対して、だから毎日副所長が水を持っていくことをみんな知ってて、そのタイミングで水に注射したんかな。このペットボトルをよく見てくれ。これは穴が開いているのか。そんな小さな穴、針とか注射器でしか開けられないんじゃ。その通りだ。E ランク資料室の棚に注射器は事件前までは10本あったが、事件後には9本になっていた。つまり注射器を使ってペットボトルの中身を入れ替えたということか。待って、所長は自ら中身を飲んだって言ったの。でも水と書いてあるからといって消毒液なんて味でわかるわ。いや、所長は水だと思って消毒液を飲み干した。なぜなら所長は味がわからなかったんだよな。グルス刑事、先ほど所長の診察カードの病院を調べた結果、所長は味覚障害の治療を専門としている病院に通院していることが分かったんですよね。ああそうだ、あそうです、所長は味覚障害を患っていて味覚がほとんどなかったんです。確かに、それなら水と思って飲み干したのかも。所長が味覚障害だったなんて。でもまあさ、いや飲んだことはないけどさ、アルコールだ、消毒液って揮発性みたいのがすごいじゃん多分。めちゃくちゃ逆に喉乾きそうな気するけどね。いや全然わかんないわかんない、もう何の知識もない。だがペットボトルに穴なんて開けたら中身が漏れないんだろうか。うん、それはないと思う。ペットボトルに穴を開けても中の空気が陰圧になって液体の重さと釣り合うから中身がこぼれることはないんだ。すげえ。そうなると犯人の可能性が高いのは所長にペットボトルを持っていた副所長かしら。グルス刑事、確か警察で研究所内をくまなく調べたんですよね。ああ、だが所長と副所長しか入れない B ランク以上の資料室は調べていないな。そして事件があってから研究所から出た研究員はいなかった。そうだ、犯人がここにいる限り証拠品を持ち去る可能性が高かったからな。調査関係者以外はここから出してない。つまり E ランク資料室から持ち出された注射器はまだ犯人が持っているはずだ。なるほど、確かに。そっか、注射器を持っている人が犯人ってこと。ああ、グルス刑事、副所長を逮捕した時身体検査をしたはずだ。副所長は注射器を所持していなかったか。いや、本郷の持ち物を検査したがそんなものは見つからなかった。副所長は犯人じゃないってことですか。副所長は注射器を持っていなかった。では誰が持っているのか。クルスさん、他の刑事を呼んでくれ。今から研究員全員の身体検査をする。一応ここにいる研究員全員以外も検査しよう。でもだって注射したのってさ、あれなんでしょ、12時ぐらいなんでしょ。だったらもうさすがに捨てたりしてんじゃないのかな。ああ、すぐに手配する。数分後、クルス警部、注射器は見つかりました。なんでそいつから。やっぱり君だったのか。うわ、だと思ったもん。顔すましてる。美月さん、絶対妹なんでしょ。そんな、しのちゃん。確かに私は注射器をずっと持っていました。でもこれは休憩室で拾っただけなんです。ただ拾っただけだとしてなぜずっと隠していたんだ。それは事件に関係あるとは思わなかったからです。それに私には動機がありません。確かにそうよね。しのちゃんは一週間くらい前にここに来た。所長を殺す理由がないわ。注射器を持っていたからといって美月さんを疑うのは早計すぎないかしら。美月さん、ずっと気になっていたことがあるんだ。なんですか。なんで美月さんは黒崎大中学生殺人事件について調べているのか。なぜ俺に黒崎大中学生殺人事件について調べさせようとし、さ、ん?ん?調べさせようとさせたのか。どういうことだ。そうですね。まずはなぜ俺が日本支部に来たかというところから説明しなくてはいけませんね。
わあ、なんかもう悟ったかのようになってんのか。確か本部から左遷されたと聞いているわ。ええ、本部にはそういうことにしてもらいました。俺がここに来たのはある一本の電話が原因でした。うわあ、それも全部美月ちゃんがやったのか。電話？数日前、本部に日本支部が不正を働いていることについての告発があった。所長が研究員に無理やり論文を改ざんさせていること、暴力団とのつながりがあること、それと黒崎大中学生殺人事件の隠蔽、その告発を受け俺は調査員として日本支部へ送り込まれた。美月さん、君は黒崎大中学生殺人事件について調べていた、そして俺の調査を手伝った。あの日本部に連絡したのは君だったんじゃないか。それは録音の記憶が残っていないのか。録音の記憶ってなってるわ。声を分析したりできるだろう。記録か。残念ながらボイスチェンジャーを使っていたので。一ノ瀬さん、私はそんな電話知りません。黒崎大中学生殺人事件については少し気になって調べてみただけです。私を犯人と決めつけるのはやめていただけませんか。それか、私が黒崎大中学生殺人事件に関与しているっていう証拠でもあるんですか。それは。なんだ、こんな時に誰だ。よかった、間に合ったようだな。一ノ瀬さん、頼まれていたこと調べてきましたよ。頼まれていたことって。隣に併設されている FPRO 訓練校に行って美月さんについて聞きに行ったんです。あ、誰も知らねえのか。あ、美月さんではないんですよね。本名は相原志乃さん。え、死んでなかったってこと。あ、違うか、そっちの妹か。え、相原ってまさか。ああ、黒崎大中学生殺害事件の被害者ということになっている天野凛音のカウンセラーの名字だ。で、そっち側の妹か。よくある名字です。偶然一致しただけでしょう。でも目が。でも君が名字を偽っていたのは事実だ。それだけでも十分疑わしいな。そういえば相原先輩には年の離れた妹さんがいるって聞いたことあるわ。もしかしてしのちゃんって。うわあ、考察半分ぐらい当たってたのに。相原七瀬の妹？今ある証拠品で相原篠が相原七瀬の妹ということを証明できるかもしれません。はあ、そんなことできるわけ。相原篠が相原七瀬の妹である証拠。電話の録音。あ、遺留品か。指紋があったって言ってたな。これは相原七瀬の遺留品のキーホルダーと鍵です。それは。そしてこのキーホルダーからは相原七瀬の妹の指紋が検出されています。そうか。相原さんの指紋がその指紋のデータと一致すれば妹だと証明できるってことか。早急に相原さんの指紋を。待って、まだ言い逃れするのか。違う、そのキーホルダーのからは私の指紋が検出される。降参します。これ以上はもう無理みたいだし。一ノ瀬さん、あなたの言う通りです。私は相原七瀬の妹、そして如月楓を殺した。殺し方も動機もあなたが思っている通り。疑いたくなかった。でも本当に妹さんなの？私を逮捕するのは構わない。でも一ノ瀬さん、あの事件の真実を世間に知らせてもらえませんか？それは約束できない。うるさい、一ノ瀬さんに聞いているんです。ああ、それが俺がここに来た理由の一つだ。本部は不正や隠蔽を一切許さない。だから君には洗いざらい話してもらう。よかった。姉は FPRO の研究員になってから実家を出て一人暮らしをしていたんです。よく姉の家に遊びに行ってました。しの、いらっしゃい。学校はどう？お姉ちゃんがお家にいなくても大丈夫？うん。よかった。寂しくなったらいつでもここに来ていいからね。ね。ん？どうしたの？これ、お姉ちゃんにこれあげる。猫猫のキーホルダー。あげたんだ。わー、かわいい。ありがとう、シノ。お姉ちゃんもこのキャラクター好きなの。あ、猫猫っていうキャラクターなんだ。猫のことを猫猫って言ってたわけじゃなくて。そういえば、もうすぐシノの誕生日だったわね。プレゼントは猫猫のグッズにしようかしら。え、いいの？じゃあ、黒い猫猫のストラップがいいな。黒いやつは限定だから。いつも少ししか売らないの。え、お姉ちゃんに任せて。なんだこれ、悲しすぎんな。はじめは姉も元気そうだった。キーホルダーは相原さんがお姉さんにプレゼントしたものだったのか。
はい。でもある時から姉はおかしくなってしまった。また姉の家に行った時のことでした。ねえねえお姉ちゃん。お姉ちゃん聞いてる？あ、ごめん。ちょっとぼーっとしてたかも。目に光がねえもんな。もうお姉ちゃんったら最近ずっとそうだよ。ええ、大丈夫だから大丈夫。ちょっとお茶を入れてくるわ。シノの分も。うん、ありがとう。お姉ちゃんどうしたのかな？お仕事で疲れているのかな？なに？キャー！お姉ちゃん？私は急いで姉のいるリビングに向かった。うわぁ、なに？どうしたの？どうしたの？あ、幻聴とか聞こえてたのか。お姉ちゃんどうしたの？そこにいるの？レンが。レンさんってお姉ちゃんの高校時代の同級生だった。ああ、自殺しちゃったってやつか。でもあの人は死んじゃったんだよ。ここにいるわけないよ。でもそこにいるのよ。私のせいで私の。お姉ちゃん。何があったんだよ。その頃からでした。姉は時折自殺した姉の友人の幻覚を見ていたんです。高校時代、姉は友人が自殺してしまったショックで、FPRO のカウンセリングを受けていたこともありました。でも高校を卒業するときには姉の精神は回復していたんです。何かが原因で過去のトラウマを掘り起こしてしまうことがある。もしかして。はい。当時、私も姉の変化の原因が何かあるのではないかと思い、こっそり姉の部屋を調べてたのです。姉の部屋からは、天野凛音の関係するカウンセリング記録がありました。そして報告書の責任者の欄には、如月所長の名前も。その頃はまだ所長ではなかったようですが、姉がカウンセリングを担当すること自体はいつものことでした。でもあの記録に書かれていた天野凛音の情報は子供の私でもわかるほど異常なものでした。一体何が書かれていたんだ。天野凛音は妹の天野雫に自分を殺させようとしていたんです。うわ、そうなの？なんで？どういうことなの？天野凛音は自殺願望でもあったのかしら。それか妹の人生を狂わせたかったとか。私には理解できない思考でした。が、天野凛音は妹のことはむしろ大好きだと発言していたようです。天野凛音は妹に自分を殺させて、妹に姉を殺した罪悪感を一生背負って忘れないでいてほしいと思っていたのです。マジかよ。妹のことが好きすぎて、大人になるにつれて妹が私のことをよりも友達のことを優先したり、彼氏のことを優先したりするのが許せなかったってこと？うわ、サイコパスっぽいな、でも。それで本当に天野雫は施設を脱走した姉を殺してしまった。でもそれが本当ならば彼女はあれほどの刑を受けなくてもよかった。確か天野雫は無期懲役の判決が下されたはずだ。そうなの？未成年なのに？いや、そもそも彼女は姉を殺していないのかもしれない。どういうことだ？所長が隠していた報告書にはこう書かれていたんだ。事件の日、天野凛音は施設から脱走し妹のいる家に戻った。妹の天野雫は、姉が自分に何かするかもしれないと思い、威嚇として包丁を構えたんでしょう。うわぁ！でも天野凛音は自ら包丁に刺されに行った。そんな。でも包丁に指紋が残っていたから、その証言を誰も信じなかった。所長は天野凛音が異常な考えを持っていたことを知っていたはず。ああ、所長は天野凛音が FPRO でカウンセリングを受けていたことでさえなかったことにした。姉の自殺も公にはなりませんでした。当時はニュースにもならなかったので、私は姉が死んだことも知らなかったんです。ある日母は私にこれ以上姉の家に行くなと言いました。でも私は姉にどうしても会いたくて、姉のアパートまで行ったんです。でも姉の部屋は空き部屋になっていたんです。帰って両親を問いただしました。そしたら教えてくれたんです。姉は研究室で首を吊って自殺した。それからしばらくして姉の天野凛音が妹の天野雫に殺されたというニュースを見ました。あの日姉の部屋にあった天野凛音のカウンセリング報告書。天野凛音が殺された日に姉は首を吊った。私にはこのことが無関係に思えませんでした。思えないね。それで FPRO の訓練生に。はい、ただ真実が知りたかった。数年後私は無事訓練生になってこの研究所に入ることも叶えました。はじめはただ真実を知れればいいと思っていたんです。でも、如月は姉が死に、黒崎大中学生殺害事件後、異例の出世をしていた。ええ、確かにあの後からだったわね。如月所長は、前所長にも気に入られてたわ。
確か責任者には研究員の精神状態を管理する義務がありますよね。ああ、その通りだ。研究員の精神状態はその頃から月一でチェックされていた。当時責任者であった木更木が姉の精神的な変化に気づかなかったわけないじゃないですか。あいつは気づいていたのに何もしなかったんです。それどころか。はじめはあいつは姉の死を少しは悔やんでいると思っていたんです。でもそれは間違いだった。木更木所長はその後も様々な悪事に手を染めていたの。あいつの行動をここ1週間監視していたんです。あいつは黒崎大中学生殺人事件の隠蔽だけでは飽き足りず、その後も神崎さんに論文を改ざんさせたり、精神鑑定所を捏造して、暴力団から援助を受けていた。許せなかったんです。それで本部に告発したんだな。はい。電話をしたのは私です。所長を殺す計画もその頃から立ててました。マスコミに告発することもできたはずだ。なぜ本部に。所長はマスコミ関係者ともつながっていると思いました。これだけ恨まれるようなことをしていれば、今まで所長のことを告発しようとした研究員もきっといた。所長がその告発をもみ消したというわけか。その可能性はありました。一ノ瀬さんが支部に来た時、きっと本部から調査に来たんだと確信しました。だから何としてでも真実を知ってほしかった。なるほど。それで俺の手助けをしていたわけか。利用したみたいですよね。でも私には所長の悪事を見なかったことにはできなかった。どうして所長を殺そうとまで。本部に不正が知れれば所長は逮捕されるはず。それは私にもわかりません。でもどうしてもあいつを殺さずにはいられなかった。ここ一週間あいつの動向を監視してたら、味覚障害の治療が専門の病院に通院していることを知りました。そして副所長が毎日所長の昼ご飯のお弁当と水を所長室の前に置いているのを見て、この殺害方法を思いついたんです。はじめは俺も騙されたよ。所長は刺されて死んだんだと思い込んでいた。一応今日の犯行についても話してもらおうか。はい。神崎先輩の研究室を出た後、私は反対方向に行くふりをして休憩室に行きました。あの部屋には他の研究員もいたはずだ。はい、こっそり誰も見てない時に包丁と消毒液のボトルを持ち去りました。所長室の前にあったペットボトルを入手して、E ランク資料室にあった注射器を使って中身を入れ替えた。その消毒液が入ったペットボトルを所長室の前に置きました。私の目論見通り、所長はペットボトルの水を飲んだ。20分後くらいでしょうか、インターホンを鳴らしても返事がないことを確認したら、所長室に入りました。あ、そうか、鍵はかけてないって言ってたもんな。所長が死んでいたのは一目で分かりました。返り血を防ぐために、もともと用意していた大きめの白衣を着て、所長を思いっきり包丁で刺しました。あ、そっか、血だらけの白衣が捨ててあったのはそういうことか。包丁の指紋は拭き取って、死亡推定時刻をずらすために暖房をつけて部屋を出ました。最後に消毒液のボトルは元あった場所に戻して。一ノ瀬くんの推理通りだったな。そろそろ時間だ、相原氏の逮捕だ。はい。それから相原さんは留置所に連れて行かれた。これで全部終わったんですね。まさか相原さんが犯人だったなんて。いや、まだだ。え？確か警察は B ランク以上の資料室は調べなかったんだよな。ええ、そうですね。でも一ノ瀬さんがさっき調べてきたんじゃ。B と A ランク資料室だな。でも警察も俺もまだ調べてない場所がある。調べてない場所ですか？この相原七瀬の遺留品の鍵。この鍵よく見るとカウンセリングルームって書いてあるんだ。本当だ。これ家の鍵とかじゃないんですね。俺は相原さんに事件の全貌を暴いて真実を公表してほしいと頼まれた。最後まで調べ尽くすのが俺の務めだろう。そうでしたか。何か事件と関係があるものがあったら言ってください。自分も FBRO にいるので。なるほどね、まだ続くんだ。事件解決したかのように思えたけど、こっからまたなんかより深い真相みたいなのが出てくんのかな。さて、行けなかったとこに行くとか言ってたな。どこなんだろう。ここ入れ。カウンセリングルーム。カウンセリングルームか。カウンセリングルームってどこ？あ、ここじゃないのか。下か。あ、そっか。入れなかった場所一箇所あったな。ここだけ一回も入ってないもんな。OK。何も光ってないな。何も入ってない。
おそらくこの部屋はあの事件以来誰も使われなかったんだろう。そういうことか。資料が収納されている。そんだけ。あの箱が怪しいわな。どうしてもちょっとその前にいろいろ造花が置いてある。まあ、箱か。ん、箱の中に何か入ってるの。これはラッピング袋か。宛先は妹か。ん、本部から着信が。まったく、こんな時に何の用だ。一ノ瀬、連絡しろと言っただろ。で、その後どうなった。ああ、そうでしたね。こっちもいろいろと忙しかったんですよ。所長が殺されたことは本部知ってますよね。ああ、それで。今犯人は逮捕されましたよ。そうか、それならお前の仕事は終わりだ。さっさと本部に戻ってこい。お前にやってもらいたい仕事が山ほどある。久しぶりに母国に帰ってきたとはいえ、お前にそっちでゆっくりされるわけにはいかない。今日中に飛行機を手配するから帰って。ああ、そうだったんですか。じゃあ、俺は明日帰りますね。お前、私の話を聞いていたのか。はいはい、仕事なら帰ってからいくらでもやれますから。じゃあ切りますよ。おい、切るな。はあ、戻ったら大量の仕事か。相変わらずひどい人だ。キャベンディッシュ副所長は、ああ、なんか美人っていう噂のね。翌日。面会の方ですか？ではこちらに名前を。はい、少々お待ちください。ああ、だから私に行くのか、美月ちゃんに。私に面会の方が。15分以内に切り上げろ。面会室はこっちで入れ。一ノ瀬さん。思ったより大丈夫そうだな。どうしてここに？黒崎大中学生事件の再調査が決まった。よかった。実はここに来る前に天野雫の面会にも行ったんだ。天野雫さんのですか？彼女は君に感謝していたよ。どうして？君のおかげで天野雫は救われた。彼女の冤罪はきっと証明されるだろう。うわぁ、そうか。逆に思わないんかな。なんかこんなことのせいで刑務所入れられたみたいなの。まあでもそれはしのちゃんのせいじゃないもんな。君が罪を犯したことは確かだ。そして君はこれからそれを償わなければならない。だけど君のおかげで救われた人物がいることを忘れないでほしいんだ。天野雫だけじゃない、神崎先輩もだ。神崎さん。本部は神崎先輩の論文の改ざんを不問とした。彼はこれからも FPRO で研究を続けられるんだ。ああ、そうだった。ここに来たのはもう一つ理由があって。君に渡したいものがあるんだ。これは?君のお姉さんの使っていたカウンセリングルームにあったんだ。ああ、猫猫のやつか。君宛てのようだが。お姉ちゃんが。あ、開けてみます。欲しいって言ってたもんな。黒は限定だって言ってたもんね。これ。猫のストラップか。このストラップ、姉に欲しいって言ったことがあるんです。覚えててくれたんだ。あ、そっか。あんなもう、幻覚とか幻聴とか見てる中でも妹のプレゼントは忘れなかったってことか。あれ、手紙も入ってたみたい。シノ、誕生日おめでとう。シノが欲しいって言ってた。ストラップこれで合ってたかしら？喜んでくれたら嬉しいわ。シノ、これからも今までみたいに元気でいてね。生まれてきてくれてありがとう。大好きだよ。うわ、素敵かよ。素敵かよ。ええ、めっちゃいいな。お姉ちゃん。お姉ちゃん、私も大好きだよ。今までありがとう。ああ、終わったんだ。いいエンディングだったのかい、これは。良さそうだな。あと一個エンディング撮らなきゃだ。どうやって撮んだろう。いや、いい。まあ、そっか。まあでも、罪を犯してしまったことを、わあ、なんだろうな。しょうがないってしょうがないのかな。わかんないけど、まあ、一応だけど、悪を退治したみたいなことでもあるもんね。で、そいつを殺したことによって、いろんな人が救われたなら、それでよかったのかな。あんま、言いづらいね、こういうのは。わ、参考文献めちゃくちゃあるわ。なんかすごいいろんな論文とかを元に作られたらしいですね、このゲームは。ミステリーの定番、死亡推定時刻を割り出し計算する7つの求め方。何それ面白いな。穴があって漏れない水素は、ちゃんとそういうのを見た上で、だから、死亡推定時刻改ざんのやつとか、ペットボトルの穴の下りとかやったってことか。
すごい。後日談あんのか。ああ、副署長怒っているだろうな。失礼します。ああ、美しい。確かに。貴様、今まで何をしていた？報告書を書いていたはずですが、お読みになっていませんか？それは知っている。私はお前の口から直接報告しろと言っているんだ。読むのめんどくさいだけじゃないんですか？まあいい。確かにお前は私が命令した通りの仕事をしたようだ。最後に、相原志乃の面会に行った以外は。私はお前の才能を見込み、本部の室長に任命し、お前の研究ができる環境を与えた。その代わりお前には私の命令には従ってもらう。それが条件のはずだ。そうでしたね。それで今回は何ですか？ああ、それならここに置いてある。うわ、何ですかこの資料の山。これは、私がお前のいない間に行った実験のデータだ。すごいな。一日だぞ、開けたの。悪い予感しかしないですが。あ、違うか、二日か。明日までにデータの分析をしてレポートを提出しておけ。はぁ、戻ってこなければよかったな。私は他の用事がさっさと取り掛かるように。はいはい、美しい。というわけで別のエンディング回収していくぜ。行くぜとか言っちゃったわ。どこら辺からやり直したいんだろう。なんか、選択肢を間違えまくればいいみたいな書いてあったんで、間違えまくります。今から。一ノ瀬さんはこれからどうなさるんですか？あ、変わってますね。なんかこの後、この鍵を持ってどっか行く、あ、とにかくってなっちゃった。選択肢を間違えまくってここまで来たんですけど、そしたらこの後多分、さっきのエンディングでは、この後行かなきゃいけない部屋があるとか言ってカウンセリングルーム行ったと思うんですけど、したらなんか主人公は、俺はこれから本部に戻るよ。きっと大量の仕事が溜まっているだろうしなってなったんで、多分面会とかをしに行かないエンドなのかな。そうでしたか。ああ、世話になったな。数日後。次のニュースです。先日 FPRO を所長殺害容疑で逮捕された22歳女性が隠し持っていたボールペンで複数回首を刺して自殺しました。警察は留置所内の自殺防止を。あーそっか、わこれはやだな。お姉ちゃんごめんなさい。私は許されないことをしてしまいました。ごめんなさい。うわー怖い怖い怖い。うわーわかったわかった。許す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 。いえ、こんな妹でごめんなさい。あの時何もできなくてごめんなさい。いや、きついわ。いや、わかったわかった、もう。いや、もういいよ。もういいって怖えよ。いや、わかったよ。なんだこりゃ。いや、すごいじゃん。いや、きついな、わかったって。あ、でも、そんくらいの気持ちだったってことだもんな。これを救えなかったってことなんだ。あれもうこれ、何バグってる。これ以上進まないの？あ、進むんか。よかった。これで終わったんだ。いやー、悪いエンディングすぎるな。いやー、まあ、すぎるっていうか、しょうがないのか、これは。いや、前のエンディングは、まあ、良かったから、なおさら、ちょっときついわな、これは。さっきのエンディングっていうか、一番最初に撮った方のエンディングは、一応、お姉ちゃんの気持ちとかを理解した上で、これからも生きていこうって、これからは罪を償って生きていこう、みたいな。感じになったんだけど、今のエンディングではもうそうは思えなかったってことだもんね、多分。いや難しい。いやまあもうすげえ衝撃受けても何も喋られなくなっちゃった。というわけで今回はこのくらいにしようかな。あ、でも素敵なゲームでした、本当に。いろんな難しい話とか出てきたけど、なんか良かったですね。やべえ、もう喋られない、怖くて。まあ最後救えたらよかったのかな。まあ、というわけで今回はこのぐらいにしておきましょう。よければ高評価、チャンネル登録、コメントなどお待ちしております。それではまた次回。